8のアザ結び目の双極体積は2.0298832である。数学の一分野の結び目理論において、双極結び目の双極体積は、完備双極計量に関する結び目補空間の体積である。体積は必然的に有限な実数である。非双極結び目の双極体積は0と定義されることがある。モス等の合成定理により、体積は 結び目の位相不変量である。結び目不変量として、双極体積は、ウィリアム・サーストンにより、企化,化予想との関係で、最初に研究された。同じ双極体積を持つ双極結び目は、有限個しかない。双極結び目のミューテーションは同一の体積を持つ。したがって、同じ体積を持つ例をうまく作ることが可能である。実際、同じ体積の異なった結び目の集合として、 任意に,に,に大きな有限集合が存在する。実際、双極体積は結び目を識別するために非常に有効であることが証明されていて、結び目一覧作成を拡張しようとの努力の中で使われる。ジェフェリー・ウィークスの計算機プログラムスナッピーは結び目の双極体積の計算に使うどこでも使えるツールである。さらに一般的には双極体積は 任意の双極三次元多様体に対しても定義することができる。ウィークスした体は任意の平多様体の中で可能な限り最小の体積を持っていて、その体積はおおよそ0.9427である。ありがとうございます。